ちは、日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、水清くして三色明らかなりです。水は澄み清らかで、山の景色は明媚であるということ。明媚とははっきりして美しいということです。今から水清くして三色明らかなりを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。